今日ね、アイドル教室初めて見ていいなって思ってくれた方は、ぜひまたアイドル教室のライブ見てほしいって思いますし、それが私たちの未来にもつながることだと思いますので、よかったら今日ね、楽しかったですか、皆さん。 아니야.